ございました。そろそろ閉店時間ね。うすこさん、ゴミ捨ててきてもらえる？わかりました。おじいちゃん、あとは私たちで片付けるから奥で休んでて。うん、おじいちゃん、おじいちゃん、マスター、しっかりしてください。マスター、あら、天崎のマスターはん倒れはったんどすか。ご愁傷さんどす。こら、なでしこ、まだ死んでないぞ。ちょっと風邪気味で熱が出ただけだ。カオルさんは休むように言ったんだけど、マスターはこの店は私の店だ、私が出ないでどうするって聞かなくて。じっちゃは頑固だからな。でもやっぱり無理はさせられないから、カオルさんが強引に休ませたんだけど、最近はお客さんが多くて二人じゃ結構大変なの。なるほどな、確かに評判いいからな。学校終わった後、天崎に行かはる人も結構いはるしな。それでね、二人にちょっとお願いがあるんだけど。お？なんどすか？マスターが元気になるまで天崎でアルバイトしてみない？頑張れ、消えるな、色素うすこさん。第7巻限定版ドラマ CD。 アルバイトどすか？いや、ダメダメダメ、どうせまたあのヒラヒラメイド服着なきゃなんないんでしょ。無理無理無理。大丈夫だよ、カオルさんに頼んで私がいつも着てるエプロンドレスと同じものにしてもらうから。あ、そうだ、カクコは？こういうのはカクコに頼みなさいよ。そうしようと思ったんだけど。あ、カクコちゃん、ちょっとお願いが。感極まった、芸術はだいぶ当たった。カクコちゃん、というわけでカクコちゃん、もうすぐコンクールがあって忙しいみたい。ふぅ、あのピカソね。うちはやってもええどす。アルバイトやったことあらへんから楽しみや。ありがとう、なでしこちゃん。ね、くもちゃんもお願い。いらっしゃいませ。なでしこちゃん、初めてにしては上出来よ。その調子で頼むわね。はーい。ほら、くもちゃんはスマイルスマイル。そんな怖い顔じゃお客さん帰っちゃうわよ。こういうの苦手なんだよな。いらっしゃい、小泉さん。いらっしゃいませ。あ、うんうん、その笑顔なら100点満点ね。嫌なら無理に働いてもらわんでも結構だ。おじいちゃん、別に嫌ってわけじゃ、やると決めた以上ちゃんとやるから、じっちゃはゆっくり休んでて。いいか、一言だけ言っておく、絶対にカオルに料理をさせるな。はいいな、絶対だぞ。カオルの料理は食らうとお花畑を見ることになる。はあ、お花畑って、あ、そうだ、カオルさんの料理もさあ開店するわよ。みんな準備はいい？はーい。いらっしゃいませ。へえ、紅茶専門店か、珍しいな。いらっしゃいませ、注文はお決まりでしょうか？すいません、注文いいですか？
はい、どうぞ。あれ、誰も来ないのかな。すみません。はい、どうぞ。うわー、いつかそこに。見えなかった。すみません。俺、ブレンドハーブティーとスペシャルケーキ。私はアールグレー。あ、よー、ブレンドとアールグレーケーキちょう。クモちゃん、うちはラーメン屋さんじゃないんだから。ささ一服大上がりやす。はい。お服加減はいかがどうすか。あ、はあ、結構なお手前で。って、ここ紅茶専門店ですよね。はい、お濃茶もあります。なでしこちゃん、気持ちは嬉しいけど普通に紅茶を出してくれればいいから。ありがとうございました。おーきに。はぁ、やっと落ち着いたね。みんなお疲れ様。少し休憩していいわよ。はぁ、慣れない格好で慣れないことしたからどっと疲労感が。なでしこちゃんは大丈夫？はい、初めてのアルバイトやけど楽しいことばっかりやわ。おじいちゃん、これなら安心して休めるでしょ。ふまだまだ不安いっぱいだ。もう相変わらずじっちゃんは厳しいんだから。はん、どうしたの、なでしこちゃん。はぁ、ほんまにここはええ香りがしてるんやわ。初めて来た時も思ったんやけど、お店中が美味しそうなお紅茶の香りに包まれてはって、ここにおるだけでほんわかしますわ。うん、君は話のわかる子だな。紅茶の香りは人の心を和ませる効果があるって言いますよね。アロマテラピーみたいなもんか。私もマスターの入れる紅茶の香り大好きですよ。あ、いらっしゃいませ。いいよ、スコ、私がオーダー取ってくる。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか。オーラコーヒー生ピーク。あ、すみません、うちは紅茶専門店なのでコーヒーもビールも置いてないんです。客が注文してんだからさっさと持ってこいよ。そう言われても。ほら、早くしろよ。くもちゃん、いかん、ここは私が。おじいちゃん、無理しないで。ここは私が。ほらほら、何してんだよ。いつまで待たせんだ。くあんたたち。おーい、うすこ、お茶しに来たぞ。お兄ちゃん。小僧さん。おお、くもちゃん、臨時のアルバイトだって、頑張れよ。はい。ちっ、うるせえ野郎だな。静かにしろよ。お？おー、すまんすまん、気をつけるようにしてるんだがつい大声になってしまって。だからうるせえって言ってんだろ。なあ。まあまあ、君たち落ち着いて外でゆっくり話をしようじゃないか。なあ。さあ喉が渇いた。クモちゃん、アイスティーを一杯。はい、ありがとう。お兄ちゃん。いやー、なんのなんの、可愛い妹とその友達を守るのも兄の務めだ。あ、お待たせしました、小僧さん、どうぞ。
ありがとう、クモちゃん。その格好、よく似合ってる。かわいいよ。かわいいよ、かわいいよ、かわいいよ。素敵だよ、クモちゃん。君は最高のレディーだ。海蔵さん。美しい君は、何を着てもよく似合う、罪な人だ。そんなこと言われたら、私、私。クモちゃん。海蔵さん。海蔵さん！なんでなんでね！もう！クモちゃん。あらー！クモちん先輩が壊れてもうたー！クモ子、その方は？え？うす子のお兄さんで。はじめまして、兄の色素小泉です。うす子がお世話になっております。いや、ありがとう、雲子を助けてくれて。本来なら私が何とかしなければならんのに。いえ、事情は伺ってます。どうかご無理をなさらずに。なんと気持ちのいい青年だ。これからも末永く雲子をよろしくお願いします。何言ってるの。二人はそういう関係ではないのか。なんでもない。友達、ねね、小泉さん。そう、友達。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。あら、なんやずいぶん慌ててはるな。さあ、そろそろ仕事に戻りましょう。おじいちゃんは休んで休んで。はーい。ああ、参ったな。今日は雨なんて聞いてないぞ。ありがとうございました。あ、うす子さん。あれ、弟くん、どうしたの。びしょ濡れじゃない。傘持ってないの。風邪ひいちゃうよ。ほら、お店入って。でもいいから、いいから。はい、いらっしゃいませ。カオルさん、高いブレンドティー一つお願いします。おお、角田じゃないか。傘を忘れるとは、うっかりさんだな。はい、どうぞ。でも僕は。心配しないでいいよ、私がごちそうするからね。いただきます。そういえば弟くん、受験勉強は進んでる？はい、まあぼちぼち。なんだ頼りないな。受験なんて半分努力で半分は根性だよ。その通り、努力と根性さえあればなんとかなるな、くもちゃん。はい、小泉さん。はあ、仲いいんですね、お二人とも。聞く！はーい、うす子さん、くもちゃん、なでしこちゃん、これどうぞ。さん、この紅茶は。いいから、いいから。お客さん他にいないし、ちょっと飲んでみて。ああ、それじゃいただきます。どう。なんだか不思議な味ですね。少し甘酸っぱいような。はんなりとした味やな。カオルさん、この紅茶はマスターの新しいブレンドですか。私が作ったの。大丈夫なんですか、その大花畑とか。ああ、大丈夫大丈夫。おじいちゃんたら大げさなんだから。ほら、別になんともないでしょ。はあ、まあ。おー、あれ、どうしたんだ、デシコ。気持ち悪いのか。なんやろ。
目がようなったんやろかな。薄子先輩がよう見えるわ。え？うわー！薄子が薄くない！はっきりくっきり見える！こんなことは初めてだ！って CD で言ってもわからないけど、本当にはっきり見える。え？どういうこと？紅茶を飲んでない小泉さんや弟くんにもはっきり見えるってことは、薄子自身が濃くなったってことよ！じゃあ、はあ、残念やけど、頑張れ消えるな色素薄子さんは今回で最終回かもしれへんな。そうじゃなくて、私が濃くなったってことは。タクシー！はい、どちらまで？止まってくれた！自動ドア開いた！学食！おばちゃん、サバ味噌定食！はいよ、サバ味噌定食ね。注文通りに出てきた！すごいすごい！薄くなくなるとこんなにいいことがあるんだね。まあそれが普通なんだが。薄子！俺は今猛烈に感動している！ようやく人並みの濃さになったなんて、こんなに嬉しいことはない！けど、頑張れ消えるな色素薄子さんの最終回は避けられへんな。その時は、頑張った見えるぞ色素薄子さんって名前に変えたらどうかしら。いいですねそれ。まさかカオルさん特製ブレンドティーにこんな効果があるとは。っていうか私も飲んじゃったし、もしかして私もいつもより濃くなっちゃってる？あれ、クモちゃんどこ？え？あら、クモチン先輩がおらへんようになってもうた。どこ行かはったんや？何言ってるの？私はここにいるよ。かすかに声は聞こえるが見えん。クモちゃんの姿が見えん。それじゃあまさか。ヘイタクシー、止まってくれない。自動ドア、いった、開かない。学食、おばちゃん、サンマ定食。はいよ、豚骨ラーメンね。注文通りに出てこない。薄いってつらいよ。薄子はいつもこんな苦労をしてたんだね。薄子は濃くなって、クモちゃんは薄くなった。じゃあなでしこちゃんは？見た目は変わってないように見えるけど。なんや、おもろないな。え？どないなるんかとワクワクしとったけど、なんも変わらんし。うちもこうなったり薄なったりしたかったわ。なでしこちゃん、なんか早口になってない？え、何言うてますの。うちは普通に喋ってます。全然早口とちゃいますし。早いよ十分。私は濃くなって、クモちゃんは薄くなって、なでしこちゃんは早口になって。なんというミラクルブレンドな紅茶。おっしゃー、コンクールの出展作無事完成。平成のピカソ、絵を描く子ちゃんのご来店。あ、描く子ちゃんいらっしゃい。ん？徹夜が続いたせいか、今日の薄子は随分濃く見えるぞ。やっぱり？それに引き換えクモチンはどうした？霞がかかったように薄いぞ。うるさい。っていうか、クモチン言うな。ピカソ先輩、ようこしやす。何しはりますか？おお、ナデリンは随分ハキハキしてるな。とりあえず喉乾いちゃったから、あ、これ一口ちょうだい。はあ、それさっき私が飲んだ紅茶だ。ダメだ、カクコ飲むな。あかん、もう手遅れや。どうした？
カクコちゃん、なんともない？濃くなったり薄くなったり、早口になったりしない？何の話？なんともないのか。ピカソ先輩には効果があらへんなったみたいやな。ごめんなさい、なんともなくて。私ってダメな女ね。え、カクコちゃん、せっかくの面白紅茶なのに私だけなんともなくて。こんな面白くない女の子は生きてる価値もないわ。さよなら。カクコね、早まっちゃダメだ。お願いカクタ、止めないで。ダメでゴミでクズなお姉ちゃんで、ごめんなさい。これは泣き虫になったというか、ネガティブになったというか。いつものピカソ先輩と正反対になってしもうた。ミラクルすぎる。あの、ところでこれ元に戻るんですか？カオルさん、どうなんでしょうか？もしかしてずっとこのまま？ねめしくてごめんなさい。うちは別にこのままでもなおも困らへんけど、くもちん先輩が薄いまんまやと漫画のタイトル変えないかんようになってまうし、なんとかしてほしいわ。そう言われても、まさかこんなことになるとは私も想定外で、どうやったら元に戻るのかさっぱりわからないっていうか、テーペロ。あれほどカオルには料理をさせるなと言っておいたのに。マスター、ごめんなさい。おじいちゃん、味は悪くなさそうなんだけど、妙な特殊効果があったみたいで。笑い事ではない。とにかくお前の作ったブレンド表を見せてみなさい。反対の効果が出そうなブレンドを作ってみよう。ちっちゃ、お願い、なんとかして。遥か彼方でクモコが嘆いている声が。気のせいか。ここにいるよ、じっちゃん。気づいてよ。はぁ、やっと元に戻った。息子、私ちゃんと見えてる？はっきりくっきり。息子もいつもの薄さに戻ったね。なでしこは？何がどう変わったかさっぱりわからへんけど、これで大丈夫なんやろか。バッチリ通常モード。カクコは？お腹すいた。ウスコ、特製ケーキまだか？戻ったな。ありがとう、じっちゃん。カオル、まったくお前というやつは。お花畑の向こうに行ってしまったらどうするつもりだったのだ。まあまあ、こうして無事元に戻ったわけですし。効果はともかく、味は本当に美味しかったですよ。マスターのブレンドとはまた違った風味で、特製フィナンシェに合いそうな気がしました。いくら美味しくても客が薄くなったり濃くなったり早口になっては困る。いいかカオル、金輪際お前は調理場に立つな。しょぼー。さ、そろそろ閉店だ、カオル。みんなを困らせた罰だ。一人で後片付けをしてきなさい。はーい。そんな、マスター、私たちなら大丈夫ですよ。いや、息子さんたちはそのまま座っていなさい。え？マスター、この紅茶は？今日一日、頑張ってくれたお礼だ。でも、もうおじいちゃんたら、結局休まず自分で紅茶入れちゃうんだから。当たり前だ。この一杯は、この一杯だけは私が入れなければ意味がない。みんなありがとう。マスター、じっちゃん、ほんまにええ香りや。こんなの初めてや。それじゃあ、いただきます。丸月三角日、晴れ時々雨のち晴れ。
マスターに入れていただいたハーブティーは今までで一番美味しかったです。マスターの心のこもった一杯、いつか私もあんな美味しい紅茶が入れられるようになりたいな。色素うすこさんコミックス7巻限定版ドラマ CD、 わー、皆様お疲れ様でした。色素うすこ役の早見沙織です。いやー薄かったですね本当に。でも今回はカオルさんの紅茶のおかげで一瞬濃くなれたので、すごく何ですかね、色素うすこさんのドラマ CD じゃないみたいな空気が私には出せてすごく楽しかったです。うすこだけはそうですね、カオルさんの紅茶を常に常用していた方がいいのかなっていう気はしたんですけど、でもやっぱりタイトルが変わってしまうので、うすこさんはうすこさんらしく常に薄くいたいなと思います。本当に薄い収録でとても薄い、声が、私の声がすごく薄い収録だったんですけど、内容はいつもやっぱあったかくてほんわかして、すごいこう何ですかね、いつも癒されて帰るので、皆様ぜひこのドラマ CD も何度も何度も聞いて癒されてまったりしていただければ嬉しいなと思います。それではですね、私と全く真逆のかくこちゃんをお呼びしたいと思います。お願いします。うわー、芸術は大爆発だー。お疲れ様でした。絵を描く子役でお世話になりました、かやの愛です。ありがとうございました。いやー、すごいテンションでしたね、うん、なんだか多分ここまでテンション高いのあんまりないんじゃないかなっていうくらい の、 色素うすこさんということで、あ、そういうちょっと薄い感じの世界に浸れるのかしらなんて思ってきたら、全く私自身は大爆発でしたけれども、いや、ありがとうございます。でも楽しかったです、皆さんの中に入れていただいて、うすこさんの世界観に楽しませていただきましたもう薄くなって薄くなっていくので、くもこさんに、くもちゃんにバトンタッチしてもいいのかな、はい、ありがとうございました。じゃあくもちゃんよろしく。はい、くもちん言うなっていうセリフでおなじみの小泉くもこ役、ことぶきみなこです。ありがとうございました。お疲れ様です。いや、一瞬小泉うすこみたいな感じに薄くなったね。でもやりながら、うすこさんって大変なんだなっていう、はやみんの努力をこう学ばせてもらうような収録になりました。で、くもこが薄くなるとなんかちょっと寝起きドッキリみたいな感じになるというか、小声って難しいんだなっていうのを学ばせてもらいつつ、やっぱりみんなが逆に、じゃあくもことかが色が薄くなったらどんな風なんだろうとか、小伊蔵さんが薄かったらどうなんだろうとか、もういろいろさ想像したくなる。ね、薄そう、ちょっと悲しいけど、でもちょっと想像もできるような、なんかそういうドラマ CD になっていて、皆さんも楽しんでもらえたんじゃないかなと思いますので、引き続き何度も聞いてうすこさんの世界楽しんでください。ありがとうございました。それでは続きまして、ドン、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。カラスマンなでしこ役、花澤香菜です。ナイス京都弁自分で言いました今回もまたちょっと京都弁でですね、いや楽しいけどやっぱ難しい、方言は奥が深いですね。というわけで、なんか久々に、収録をしてみたらですね、なんか花澤さんお花畑飛びすぎですよって言われてちょっと、最初から飛ばしすぎてしまったようですが、でしかも今回なでしこちゃん早口
言葉が出てきてですね、そうそうそう、なかなか、楽しくやらせていただきました。そして色素薄子さんといえば、あの私結構色素薄い方なんですけど、最近目の周りにシミができ始めて怖いよ誰か助けてクリニックの人そんな悩みがあります、というわけでありがとうございました。続いては色素恋像をやりました関智一です。お疲れ様です。ただいま、朝の10時20分21分となりました。恋像ということで、ちょっと元気よく朝からやってみまして、今日の一日、僕は今始まったばかりなんですが、もう半ば終了した感でございます。色素薄子の皆さん、あとはよろしくお願いしますあとはっていうか、あとはよろしくお願いします。薄いですけれども、そこに確実に薄子ちゃんは存在しております。世の中目に見えるものばかりが全てじゃございません。さまざまなものに目を向けて、自然と共に生きていきましょう。薄いですけれども、またかすかに続くことを期待して、この場は終わりとさせていただきます。それでは皆様、またお会いできる日を楽しみに。色素恋像こと関智一でした。さようなら。はい、お疲れ様です。お疲れ様に、絵を描く役の岡本信彦です。そうですね、一番この中だと普通というか常識人な気がしてですね、まあマスターも常識人、確かに、でやっぱり薄子さんとの絡みが、まあ、薄子さんのことが好きなのであるんですけども、いやーすいません、いろいろと実はですね、そうなんですよ、薄子さんのセリフを聞かずにですね、ほとんど入ってしまうというですね、全くですから、ね、すいません、本当に全然聞こえてないっていうひどいなって思って、自分でもひどいと思いました。さらにですね、薄子さんやっぱり薄いじゃないですか。薄いですね、いい意味で薄いじゃないですか。なんで僕のお腹が邪魔したりですね本当いろいろとご迷惑をおかけしました本当に何でしょうね、久々のこの収録で、また次回があったらいいなって思いました。ありがとうございました。そしてはい、天崎薫役をやらせていただきました、大原さやかです。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回初参加ということで、実はこの作品のことは以前ことぶきみなちゃんがスタジオで台本開いてる時にちらっと見せてもらって、はい、あこれ面白そうだね、いいねなんて話をしてたことがあったので、まさかまさかの今回参加ということで、とても嬉しかったです。頑張れ消えるな色素薄子さんなんかもうタイトルだけでちょっと泣けてきちゃうんですけどでもすごい内容はほっこり笑えて、ほのぼのできるとっても素敵な内容で、幸せに浸りながら収録させていただきました。キャラクターもね、皆さん個性的すぎるくらい個性的でかなちゃんの京都弁も最高でしたはい、癒されましたので、私もこの完成品を繰り返し聞いて楽しみたいと思います。喫茶天崎、いつでもあなたをお待ちしておりますので、またこういう形で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。おはようございます。寝起きじゃないですか。マスターの小野敦史です。お疲れ様です。ってやりたかったな私もやりたかったです。ねえ、薄くなりたいです。薄くやるといいね今日
今日はあの原作の先生がいらっしゃってますけど、ふざけた名前つけてますよね。色素薄子だとか絵を描く子とか。ねえ、これをでもこのまま使っちゃうっていうところのセンスがいいよね。面白いと思いました。でこの作品だからかどうか分かりませんが、最後な、薄子ちゃんがナレーションを取ってる時にいるはずもない人の声が聞こえたらしくて、ね、実際のリアルな薄子さんがこのスタジオにいらっしゃってたみたいです。その辺も楽しんでいただけると良いかな。また次があるといいね。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に薄子さんがいたんですかね、この現場に。いや、またでもあの続いていきたいですし、このドラマ CD も、はい、もうあの、うん、薄子さんの歴史には、ね、何度も 何枚目という形ですので、はい、うん、またこれから続編が出るかもしれませんので、皆様ぜひあの何ですかね、投書をお願いします。薄子さんもっと見たいよ、薄子さんもっと聞きたいよというですね、お便り、投書なんだろう、なんて言うんですかね、おはがき、投げる書って、そうです、投げる書です。すごい古風な言い方か。あのぜひですね、皆様の声を、我々の元に届けていただければ、きっとまた、色素さんじゃない、息子さんの世界がまた広がるかなと思いますので、ぜひぜひその時は皆様よろしくお願いします。ということで、色素息子さんドラマ CD、 それでは皆さんさようなら。さようなら。入ってるか。